9月15日日曜日、イオン坂出店は2階の売り場などを改装リニューアルし、その記念行事として地元内浜太鼓台獅子組を迎えて獅子舞の公演を行いました。この日は午後1時と3時の2階、イオン坂出店1階のセントラルコートで2頭の獅子が使われました。イオン坂出店では3階にあった本屋などを2階に集約し改装を行ってきました。14日から16日までの3日間にはリフレッシュオープンイベントを催し、15日に獅子舞公演を開きました。内浜太鼓台獅子組の獅子は湯丹が3代目と5代目の2頭の獅子が披露され、3代目は新しくオープンした2階のフロアや1階の食品売り場などを回りました。訪れたお客さんや店舗の関係者は獅子に頭を噛まれると縁起がいいとして喜んでいました。ありがとうございます。頭をこう出してもらったら。してもらう。してもらう。内浜太鼓台獅子組は毎年元日にもイオン店内で祝いの獅子を披露しており、今年2回目の獅子使いということです。内浜太鼓台獅子組では秋祭り本番を前に、今月25日から毎週月曜、水曜、金曜に子どもたちと一緒に獅子舞の練習を行い、10月19日と20日の地域の祭りで奉納するとしています。